カール大帝は8世紀初頭にフランク王国を統一し、西ヨーロッパにおける最初の帝国を建国した王である。彼の統治期間は46年に及び、その間に多くの戦争、改革、文化的発展が行われた。カールはフランク王国を最大の勢力に成長させ、イタリア、バイエル、スペインなどを征服し、教皇との関係を強化した。彼はまた教育、農業、商業の発展に注力し、教会改革を行い、ローマ帝国の再建を目指した。カールはシュルーズブリュック出身のペピン3世の息子として742年に生まれた。彼は幼少期から教育に熱心であり、ラテン語、ギリシャ語、フランス語、ドイツ語など多くの言語を学んだ。彼は父親から王位を継承し、自らの統治を確立するために多くの戦争を行った。カールは軍事力に加え、教会との関係を重視し、教皇レオ3世から帝冠を授与され、800年にはローマ帝国の再建を宣言した。カールは自身の帝国を統一するため、地方の指導者たちを官僚的な組織に組み込み、法律や制度を統一した。彼はまた教会改革を行い、宗教的な一体性を高めた。また彼は文化的な発展にも力を入れ、ラテン語の普及、聖書の翻訳、教育施設の設立を行った。これらの改革は中世の文化と社会に大きな影響を与えた。カール大帝は814年に自然死した。彼は自身が築いた帝国を息子たちに分割相続させ、その後のヨーロッパ史に大きな影響を与えた。彼の功績はその後のヨーロッパ統一に大きな影響を与えた。今日、カール大帝はヨーロッパの統一の先駆者として称えられている。カール大帝の死後、彼の帝国は息子たちに分割相続され、その後の数百年にわたって紛争が続いた。しかし、彼の統治がもたらした法律や制度、文化的発展はヨーロッパに大きな影響を与え続けた。彼の功績は中世ヨーロッパの基盤を築き、その後の西洋文化の形成に影響を与えた。今日、カール大帝はヨーロッパ史上最も偉大な指導者の一人とされている。カール大帝が建国した帝国は、その後のヨーロッパ史に大きな影響を与えた。帝国の分割相続は紛争を引き起こしたが、彼が残した法律や制度、文化的発展はヨーロッパに大きな影響を与え続けた。特に彼の教会改革や教育施設の設立は中世ヨーロッパの文化的発展を促し、西洋文化の形成に影響を与えた。彼はまたヨーロッパ統一の先駆者として称えられている。彼の統治期間中、カール大帝は多くの重要な政治的決定を下し、彼の改革はその後のヨーロッパ史に大きな影響を与え続けた。彼は帝国の安定を確保するため、地方の支配者たちを統制し、文化的な発展を促した。カール大帝の影響は現代のヨーロッパにも色濃く残っており、彼の遺産は今日でも高く評価されている。彼は不朽の名声を得た偉大な指導者であり、その業績は後世にわたって称えられ続けることになるであろう。カール大帝は西ヨーロッパにおいて最初の帝国を建国し、多くの戦争や文化的発展をもたらした偉大な指導者である。彼が築いた法律や制度、教育施設の設立、教会改革はヨーロッパ史に大きな影響を与えた。また彼はヨーロッパ統一の先駆者として称えられており、その遺産は現代でも高く評価されている。カール大帝の生涯は西洋史において不朽の名声を得た重要人物の一人である。カール大帝はその後のヨーロッパ史に大きな影響を与え続けた偉大な指導者である。彼の死後、彼が築いた帝国は息子たちに分割相続されたが、その後の数百年にわたってカール大帝の法律や制度、文化的発展はヨーロッパに大きな影響を与え続けた。彼はその後のヨーロッパ統一の先駆者として称えられており、その功績は現代でも高く評価されている。カール大帝の生涯は西洋史における偉大な人物の一人であり、彼の影響は今でも色濃く残っている。カール大帝はその後の西ヨーロッパ史に大きな影響を与えた。彼が築いた法律や制度、教育施設の設立、教会改革はヨーロッパ文化の発展を促した。彼はまた多くの戦争を行ったが、それらは帝国の安定を確保するためであり、文化的発展のためでもあった。今日、カール大帝はヨーロッパ史上最も偉大な指導者の一人として称えられている。
カール大帝の生涯はその後のヨーロッパ史に大きな影響を与えた。彼が築いた帝国は彼の死後、息子たちによって分割相続されたが、その後の数百年にわたってカール大帝の法律や制度、文化的発展はヨーロッパに大きな影響を与え続けた。彼の影響は現代でも色濃く残っており、彼は今でもヨーロッパ史上最も偉大な指導者の一人として称えられている。カール大帝は彼の生涯を通じて多くの成果を残し、西ヨーロッパの歴史に大きな影響を与えた。彼はフランク王国の統一、西ヨーロッパにおける最初の帝国の建国、教会改革、文化的発展など多くの偉業を成し遂げた。彼の影響は現代に至るまで色濃く残り、ヨーロッパ史において不朽の名声を得た重要人物である。彼の生涯は西洋史において最も偉大な人物の一人とされている。カール大帝の生涯はヨーロッパ史において非常に重要な位置を占めている。彼の功績はその後の西洋文化や政治の発展に大きな影響を与えた。彼はまた教育や宗教、文化の発展に注力し、その成果は現代でも色濃く残っている。今日カール大帝は偉大な指導者として西洋史において不朽の名声を得ている。彼の生涯を通じて残した偉業は後世にわたって称えられ続けることになるであろう。カール大帝は彼の生涯を通じて多くの成果を残し、その後のヨーロッパ史に大きな影響を与えた。彼が残した法律や制度、教育施設の設立、教会改革はヨーロッパ文化の発展に大きく寄与した。また彼はヨーロッパ統一の先駆者としても知られており、その功績は現代でも高く評価されている。カール大帝の生涯はヨーロッパ史上最も偉大な指導者の一人として常に称えられ続けるであろう。カール大帝はその後のヨーロッパ史に大きな影響を与えた偉大な指導者である。彼の生涯を通じて多くの戦争や文化的発展をもたらし、その功績は現代でも高く評価されている。彼の帝国は息子たちによって分割相続されたが、その後のヨーロッパにおける法律や制度、文化の発展に大きな影響を与えた。今日、カール大帝は西洋史において不朽の名声を得た重要人物の一人であり、その生涯は後世にわたって称えられ続けることになるであろう。カール大帝はその後のヨーロッパ史に大きな影響を与え続けた。彼が築いた法律や制度、教育施設の設立、教会改革はヨーロッパ文化の発展に大きく寄与した。また彼はヨーロッパ統一の先駆者としても知られており、その功績は現代でも高く評価されている。カール大帝の生涯はヨーロッパ史上最も偉大な指導者の一人として常に称えられ続けるであろう。以上です。次の動画も見てね。